はい、こんにちは、レトスのおのです。1月26日の3問に入っていきます。AB 間で土地の売買契約をした。期日になっても、買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため、売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでした。この場合、代金を支払わなかった A、買い主 A は履行地帯となる、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 答えは×ですね。A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務。これは同時利行の関係になっています。つまり、飼い主 A は同時利行の公弁権があるため、利行期を経過しても利行地帯の責任は生じません。従って×なんですね。で、同時利行の公弁権、同時利行の関係、これどういったものか、これイメージするとすごく簡単なんですね。あなたがスーパーで商品を買うとします。 その場合、お金を払って商品を受け取りますよね。あなたがお金を払う行為と、スーパーが商品を引き渡す行為っていうのは同時に行われます。つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですね。このスーパーの引き渡さない権利、商品を引き渡さない権利を同時履行の公弁権と言います。で、今回の問題もこれと同様なんですね。 売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので、飼い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、飼い主 A は同時利口の公弁権を主張できる。従って、利口地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって、遅れてますよねってならないんですよ。もし売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか、別の理由がなければ、飼い主 A っていうのは利口地帯になりません。よって答えはツになるということです。 で問い2に入ります、まあ。37条書面ですね。宅建業者 A は、えー、宅地の売買を媒介し、えー、契約が成立したとで。当該、宅地にかかる租税、その他、えー、効果の負担に関する定めがあるとき、A が交付する37条書面に記載しなければならない、丸か×かという問題ですねで。答えは丸です。租税効果については、37条書面に、えー、記載しなければなりません。 で、これについてはですね、定めがある場合ですね。で、今回は、定めがあるときって書いてあるので、37条書面に記載しなければならないということです。で、37条書面に記載すべき事項と、35条書面、つまり重要事項説明書ですね、に記載すべき事項。この違いについては必ず頭に入れておいてほしいんですね。で、今回、まあ、租税効果って書いてあるんですけども、これ固定資産税の話です。まあ、固定資産税がいくらなのかとか、まあ、そういった情報ですね。まあ、これぐらいの理解で十分です。 で、固定資産税が年額いくらなのかっていうところを、まあ、記載するんですけども、まあ、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。で、近年のこれ、出題ポイントの一つになってるんですね。で、しかも、2問以上出る可能性も、えー、あるんですよ。この35条書面、37条書面の違いとかですね。だから、絶対に頭に入れておきましょう。そして、この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方については、短期講座で解説しております。 覚えるのが苦手な方はぜひ短期講座をご活用ください短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでご確認いただければと思いますで3番目です国土利用計画法 A が所有する市街化区域に所在する面積5000平米の一段の土地を分割して1500平米を B に 3500平米を C に売却する契約を A がそれぞれ B および C と締結した場合、B は事後届けを行う必要はないが、C は事後届けを行う必要がある、丸かツかという問題ですね。まず一打の土地っていうのはひとまとまりの土地だというふうにお考えください。で、これ分割して B2500 平米売って C には3500平米売ったって話ですよね。で、売り主は A さん、買い主は B と C と。 いう状況です事後届け出が必要となる土地取引の面積っていうのは市街区域ででは2000平米以上ですよねでこの場合権利取得者つまり飼い主は事後届け出を行う必要があるわけなんですけどもこの要件を満たしているのは C ですよね。B さんっていうのはこの要件満たしてないですよね。 C さんは2000平米以上ですよね。3500平米だから2000平米以上。B さんは1500平米なので2000平米未満。従って B は届け出不要。一方 C は届け出が必要。ということです。従ってここに書いてある通りですよね。B は事後届け出を行う必要はないが、C は事後届け出を行う必要がある。つまりこれは丸だということになります。 そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画を参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。